優勝賞金100万円、総勢30名以上の船剣士による長期決戦船剣バトル、決勝への切符を争う予選ラウンドが今始まる。あなたはその歴史の証人となるでしょう。回収率ナンバーワンは誰だ。ボートレースコロシアム開幕。一般戦平日の昼開催であるにもかかわらず、最大で1万人近くもの同時接続数を記録。2020年にボートレース業界で伝説的な配信となったボートレースコロシアムが帰ってきた。最もボートの予想がうまい船剣士を決める回収率勝負。今回は長期決戦の船剣バトルとなっており、予選 A、B、敗者復活戦、そして決勝ラウンドの4つのステージに分かれておる。予選は A、B と2つのブロックに分けて各2ヶ月ずつ行う。まず予選 A の開催期間は4月4日から5月23日までとなっており、予選上位5名に入賞した者は賞金10万円と決勝リーグへの出場権を獲得。予選敗退した者は後日別日程で開催される敗者復活戦で決勝リーグへの切符を争う。予選での各出演者の1日軍資金は最大で10万円。計4日間の合計48レース戦い、合計の回収率を競い合う。今回も剣は1日3回まで使用することが可能じゃぞい。また今年のコロシアムの大会から新たにリミットブレイクのルールが搭載。各出演者は大会期間中1回のみ1日の軍資金を15万円まで使うことが可能となっておる。予選 A の4節目が終わり、次節でコロシアム予選 A もクライマックスへ。4節目の結果はご覧の通り。本節も様々なドラマが生まれたので、今回も6日間のあらすじをダイジェストでお届けするぞい。この日の対戦は現在ランキング14位のオムダミン C VS ランキング4位の島村ひとみ。オムダミン C は現在20万円以上のマイナスを作っているため、なんとしても今日はプラスにして予選突破を目指したいところ。対して島村ひとみは豆がいクソガールと罵られながらも堅実な戦いを披露。暫定4位だが、まだこの日を含め2日も予選が残っているため、引き続き投資を抑えつつ勝機を伺う。オムダミン C はすでにリミットブレイクを一度使用してしまったため、ここは何としても序盤に種銭を作りたいところ。1レース目にいきなり3万円以上の大勝負に出る。しないなあ、っても2着だなあ。れー、今大丈夫かな。そう、先生何6がさ、 6? 2どこ行ったよ。何これ、何これ。皆様が選ばなかった2艇が嘘、どういうこと。しかしここは残念ながら外れてしまった。この1レース目で不適地を射止められなかったのが痛手になったのか、その後じり貧となり大きな見せ場もなく終了。ランキングに変動はないが負債額を増やしてしまい、予選通過はかなり厳しい状況に。
島村ひとみもこの日は大きな見せ場はなくランキングを6位に落としてしまったが、投資を抑えていたためマイナスもそこまで増やすことなく次節の最終戦に望みをつなげた。第4節2日目の対戦はランキング1位のエドセポネ VS ランキング11位の LLR 福田。エドセポネも残り1日予選が残っている上に特に無理をする必要のない局面のため投資を抑えつつ高め狙いに。対しても後がない福田は一撃を狙いつつ取り紙覚悟で広く厚く勝負に出る。序盤こそ両者取り紙や小さいプラスばかりでなかなか見せ場がなかったが、勝負が大きく動いたのは11レース。あー、サンがやっちゃったな。まくったわこれ。坂本さんがやっちゃったか。これはさっきと同じような感じで、あ、1が張った。あ、飛ばされた。4が来た。ただ5 2 2 5ありますよ。256マジ？マジで？なんで25なんだ？4が攻めた時のタイガースです。あー、14張りの。はい、ちょっとまだ分かんないですよこれは。あ、よ、5人もあります。マジ？はい、これど高いよ多分。結構高いよこれ。25の方が高そう。マジで言ってる。これはすごいわ。ただ500円しか言ってないです。5人は5225です。あ、両方とも500円。はい、高い方が来りゃいいというところ。マジで？え、結構高いんじゃない？え、500円も持ってんの？500円です。500円で500円も持ってんの？うわ、はい、うわ、マジか。これいくらつくんですか？いや、言わないで。うわ、マジか。これはやばいよ。6の中6だね。 25?6 です。福田さん、これは騒いだ方がいいかもしれない。福田さん、騒いでください。でも分かる、ちょっとオッズは見たいんですよ。おー、とりあえずおめでとうございます。おめでとうございます。120倍ぐらいだろ。500円ですよ。だから5万、6万ぐらい。なんだって。おっしゃ20万円取られた。なんと、まるでこの一撃を待っていたと言わんばかりの狙い通り、特大満州500円持ち、一撃20万円オーバーの払い戻しをゲット。長年業界に根を張っていた先輩として格の違いをエドセポネに見せつける。この一撃で完全に精神的ダメージを負ったエドセポネはリズムを崩し、ビッグマウスエド2位に陥落。虎視眈々とこのチャンスを狙っていた福田が暫定1位に躍り出た。3日目の対戦は現在ランキング最下位の内山くん VS ランキング10位のミサオ。内山くんはこの日も引き続き一撃穴狙いを続けるスタイルを継続。対してミサオは次回の最終戦に向けて一つでもランクを上げるためプラス収支で終わらせたいところ。内山くんは当たれば一気に予選通過が見える買い目を買い続けるも、なかなか的中が訪れず苦戦する。対してミサオは前半こそ的中ゼロだったが、後半レースに入り3本の的中を披露。そう、これ5がいっちゃうな。これミサゴのボックスでいいんじゃないんですか。どうですか。これ5に4が怖い。5に4がやだね。これ4がやだ。お願い、ミサゴのボックス本当にもうようやく当たりそうだ。これは4になるんじゃないかな。これ5 これ今の流れだとなんか4怖いよね。でもまあ文ちゃんだからね。いや、ちょっと大丈夫。あ、大丈夫だね。これなら大丈夫か。うちが取ったら4がね、ちょっとよく見えなかった。これでも523ってつくの。つく、まあ見てた気がする。5頭、まあまあじゃないですか。すげえつくったじゃない気がするんだけど。めっちゃ心臓ドキドキしてんだけど。ああ、もうだ。これならいい。ありがとう、ぐんちゃん。うまいね、やっぱり。112機拍手。自分で流れを変えるか。ただ、琵琶湖はこのボックス買いが今日は高ソースか。これでやっと的中。これ1000円でしょ。1000円です。あ、でかいでかい。1000円ならそこそこ戻るんじゃないか。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。安定した回収率をこの日は披露し、見事プラス収支で終了。最終的に内山くんは的中はゼロでランキング変動はなく負債を増やしただけという結果に。ミサオは次回の最終戦に望みをつなげた。
4日目の戦いはランキング暫定11位のクリ VS ランキング12位のカンダリオカ。クリはこの日が予選 A の最終日、この日の結果で自身の回収率とランキングが決定するため、何としても一撃でまくらないといけない。しかし前回リミットブレイクを発動し、もう後がない男に神が微笑むはずもなく、なんと10レースに軍資金10万円すべて使い切り、今大会初の強制権が発動、予選 A 敗退濃厚となる。敗者はカメラに映す価値なし、体のほとんどが消えるという生き地獄が執行された。対して神田は大きな払い戻しこそなかったが、安定した的中を披露。そして豆がいクソガールと罵られ続けた神田がついにバクトの顔を見せる。最終12レースに今までしてこなかったマンバリを披露。的中こそ逃したものの、勝負の時に攻める姿勢を見せ、関係者視聴者を驚かせた。最終的に神田は中盤ランクを位置取り、次回の最終戦で予選突破を目指す。5日目の配信はランキング暫定5位の日刊スポーツ工藤 VS 暫定6位のカオリッキーのトップランカー同士の対決。上位ランカー同士、序盤にどんな火花を散らすかと思いきや、まさかの工藤がカオリッキーに花束のプレゼントを渡すというコロシアム始まって以来の予想外の行動に出る。実は工藤は10年以上前からカオリッキーのファンであり、この日の対戦を心待ちにしていた。ファンクラブのオフ会と勘違いしそうな雰囲気の中配信がスタートしたが、工藤は何としてもカオリッキーの前でいいところを見せたい。そして予選通過を果たしたいところだが、この日カオリッキーの前で緊張していたのか、なかなか本来の力を発揮できず、的中はあるが大きな払い戻しがなく、じり貧状態が続いた。対してカオリッキーは序盤は的中がなく辛い展開が続く。今日結果を残さないとかなり厳しい戦いとなる。そんな緊張が続く中、ついにカオリッキーが女バクトとしての意地を見せた。はい、揃った。最低なー、最低なー。音が厳しそう。わどういう状況か、これは6だ。6やね。嘘でしょ。うん、ひどない。くだ。いや、まだここの2マーク勝負。いやでもだいぶこれはちょっと想定できなかったでしょうか。あ、いい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 い、5でしょ。内側にした5でしょ。5だ、やった5。ちょっと自己レースではありますが、これで5では当たるんじゃないか。6よりは良かったが、これ川北さんだけか。6は辛いよ、うん、でもこれはでも5です。ということで、ひとまず的中という意味で、はい、カオリッキーさんおめでとうございます。 そして工藤さんもおめでとうございます。この的中が決め手となり、最終的に結果暫定4位とランクを1つ上げて、最終戦に向けてアドバンテージを作った。対して工藤は最終的にランキング11位となり、大きくランクを落として、かなり厳しい状況で次節最終戦を迎えることとなる。4節目最終日の対戦カードは、現在暫定5位のマリモ VS 暫定13位の平井香織。この日は両者予選 A の最終戦となっており、今日結果を残さなければ予選敗退が確定してしまう。絶対に負けられない戦い。マリモは序盤は投手を抑えつつ勝負に出るが、なかなか噛み合わないレースが続き、厳しい状況が続いた。惜しいレースが連続してしまい、精神的にかなり追い詰められる状況に。対して平井香織はここまで豆がいクソガールと罵られたが、この日は最終戦リミットブレイク上等の15万円テレボートに入金するという覚悟を見せつけ、勝負に挑む。しかしボートはそう甘くない。9レースまで全く見せ場がなく、視聴者に勝つ気あんの、豆がいはコロシアムにいらんと視聴者に罵られ続けるという屈辱を受ける。そんな平井にようやくスイッチが入ったのは第10レース。1、3、2にならないように気をつけてください。揃う？
うわ、伸びてくんじゃない？1、3、2にならないように気をつけてください。口に出しちゃければなりません。1,2 にならないように気をつけてください。1,2 にならないように。1,2,3 でいいんじゃない？1,2,3 でいいんじゃない？これ1,2 じゃないですか。 1,2,4 1,2 ですよ。 1,2,3 でいいんじゃない？ 2,4 が濃厚か。 2番かかんないで。いや、かかった方がいいんですよ、多分。これで 1,2,4 だろう。あー、5が邪魔か。やばい、邪魔ー。あー、 1,2,4 だ。 1,2,3 だ。13だろ。2人の対決だ。どっちか分かんないぞ。やばい。いや、4のが 1がいいな。一瞬 4の方がいいんだよな。君島選手やり過ごそうとしている者ども、ほら来い。 1,2,3 もどっちか。 1,2,3 だろ、これは。あ、実に面白い。あ、来い来い来い。 1,2,3 で来い。 1,2,3 で来い。腹が5出るか。来い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 。実に面白い。 OKOKOK。 いいいいぞいいぞいいぞ。来い来い来い。1,2,3 で来い。あー、カッ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 。うまく刺して。面白い。よーよーし、きたー。よし、いいぞいいぞいいぞ。 1,2,3 で来い。実に面白い。よし、出てる出てる。腹が1個出た。ヤバちゃん、さっきの人間を離して頼む。君島さんだから。あー、つけました。大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー。あー、よっ。あー、やられてる、やられてる、やられてる。足りないんじゃないか。お願い。腹太鼓が足りないんじゃないか。ここは叩けない。あとワンタン。どうだ。ちょっと浮いた。あー、なんじゃない。1,2,4だ。やり過ごさない。しっかり責任は取った。やったー。イエーイ。あー、熱かった。待望の的中と大きな払い戻しを受け、土俵際で踏みとどまった。しぶとい女だ。そんな声が視聴者から聞こえてきたが、運命の12レース、マリモ、平井香織ともに持てる全ての力を振り絞って買い値と金額を発表。どうなる。3いってる。3いってるぞ。いや、やっぱ3いってるわ。うわー、こう行かれちゃうと。あるだろう。でもこれ勝ってどうなる。4が来た。やばい、4だろ。41はある。マジか、マジか、マジかよ。10万ぞ、ぐんちゃん。マジで。うわー、これはすげー。5が来てます。5スープ。スジさんがちゃんとターンすれば41です。ぐんちゃん。あー、41だこれ。あー、41。まだわかんないよ、まだわかんないよ。20万コースだぞこれ。マジで言ってんの。2ターンですよ、わかんない。その2連単もうちょっと落ちてると思うよ、さすがに。だから10万あるかどうか。いや、それでもでしょう。やばいやばい。うわー、2ターンじゃないこれ。これはすごい。うわー、マジかよ、平井香織。これオッズいくらよ。マメガエクソガールじゃない、ボッタリーガールだ。これはすごい。なんと最終レースに見事41の2連単万張りが大的中。ここまで豆買いしていた人とは思えない4万張りを披露し、さらに平井自身人生最高払い戻し金額をこのコロシアム最終戦で披露した。ここまでの豆買いが功を奏し、一気に回収率は 187% で文句なしのぶっちぎり1位。いや、予選突破ほぼ濃厚といえる状況を作り出した。対してマリモは最終レースも外してしまい、予選敗退がほぼ濃厚となってしまった。次節コロシアム予選 A もいよいよクライマックス戦に突入。予選 A を通過できるのは上位5名のみ。最終節も果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。次回放送は5月18日火曜朝10時から。残る12名の船剣士たちの熱き戦いを見逃すなよ。